二式的弾機。二式的弾機は、日本軍が使用した三十八式不標銃及び九十九式単小銃に取り付け、これらの小銃から特殊な対戦者的弾を打ち出せるようにした兵器である。本的弾機は、ドイツ製のシースベッヒャー敵弾発射機の派生型である。この敵弾機のためには、弾薬二種類が量産されたともされる。30mm 後径の小銃敵断及び、 もっと大型の 40mm 口径の小銃敵弾である。これらは両方ともに式と呼称された。この敵弾機は重心の前端に装着され、クランプ式の装置によって適正な位置に固定された。特別に先端が折りたたまれた空砲、あるいは機弾をつけた弾薬がこの敵弾を発射するために用いられた。敵弾の後部は溝が前もって刻まれており、 敵団機のライフリングと噛み合わされた。このライフリングは敵団の飛行時の回転を確実なものとして、これに安定性を与え、また回転式の新管を作動状態に置いた。敵団は2種類ともほぼ同一の新管を採用し、新管は敵団の後部に組み込まれていた。着弾時、完成により、激震が前進し、起爆装置内部に組み込まれた。 激震バネの反発力を押しのけた。多弾の開発は1942年、昭和17年5月、ニーメラー調査の技術導入により開始された。6月に研究計画を策定し、7月に小重量敵弾の発射試験を実施した。30mm 多弾は威力が小さいために姿勢にとどまり、40mm 多弾も少数生産に終わったとする説がある。 これは、より大威力の 45mm 多弾が完成したためであった。威力は、直射による命中の場合、40mm 敵弾が 50mm 走行を前弾貫通、60mm 走行を半数が貫通した。貫通すると12から 15mm 程度の穴が開き、この穴から高温高圧のガスと後半破片が高速で吹きむ。 1942年、昭和17年7月21日、陸軍技術本部に対し、8月10日までに 40mm 多弾を300発、30mm 多弾を300発、製造するよう依頼が行われた。内訳は、本物の作薬及び新刊を装着した弾薬を200発、無作薬無新刊のものが100発ずつである。また、8月下旬までに多敵、 二式的弾機を30兆製造するよう指示が出された。ほか、基本試験用として、各後継多弾薬を1500発ずつ製造するよう求めた。内訳は1 0 0発が、本作薬本身管、500発が大用弾である。さらに実用試験用として3 0ト、mm、ル弾薬の製造が命じられた。数量は、本作薬、本身管の弾薬が350発。 大洋弾700発である。同年9月には、死球以下の数量を生産するよう指示がなされた。38式小銃用盾機が、小銃具付きで1万丁。これは、ライフリングの点度が18度単とされた。また、3 0ト、mm、ル多段弾薬の生産数が10万発、大洋弾が2万発とされた。9月4日、ラバウルに派遣されていた第17軍式化の、 沖部隊への補給品目には、百式的弾機六百0丁という内容が存在する。また、九月九日の追加品目中には、三十八式、小重用多的、二式的弾機十0および四十ミリメートル多弾、弾薬、四百発の内容が見られる。十月八日、四十ミリメートル多弾発射薬等二千発が、陸軍兵器省から第十七軍式下の沖部隊に、 送られた。こうした補給数に対し生産は順調ではなく、40mm 多段は1944年、昭和19年2月の時点で、毎月1万発の生産と引き渡しが要望されたが、4ヶ月の月平均実績は4860発に過ぎなかった。1944年、昭和19年3月に作成された。 南東太平洋方面関係伝報綴りでは、第八方面軍、第十七軍、第十八軍、第四航空軍の伝報による文ンビル島の戦いでの戦闘報告をまとめている。南太平洋の文ンビル島では、連合軍が上陸して、太郎沖南崎に飛行場を建設した。日本軍はこれを阻止し、飛行場建設後にはこれを奪取しようと攻撃を実施した。これらは、 第一次、第二次、太郎沖縄作戦と呼ばれる。第二次、太郎沖縄作戦、日本側故障、多郎作戦において、第八方面軍の合部隊、第十七軍の大き部隊、第十八軍の猛部隊は戦車を要する、永久陣地に対す攻撃を繰り返した。同年三月二十五日、強し部隊三望長は、多郎作戦の教訓として、以下の内容を伝報により報告した。 マシモシ隊方面に 76mm 砲を装備した抽選者が出現し、これに対して縦機、二式的弾機及び多弾を投入した。威力は大きいものの捜査員の支障も多く、不評部隊全員が本的弾機、二式的弾機の取り扱いに習熟する、要教育することが必要と考えられた。重火器、三方も突入を許して破壊される場合が多く、 この検知からも焚敵と多弾の配備が必要とされた。3月29日の沖部隊参謀長による戦訓報告では、焚敵及び多弾は、軽戦車に非常に有効だが中戦車には、効果が疑わしいこと、威力増強と数量の増加が要望された。3月30日の後部隊参謀長による、太郎沖な作戦戦訓では、多弾と多敵の威力が相当に、 大きいことが再び述べられている。投入条件は、連合軍の火砲及び迫撃砲の支援が行われる、統治下陣地に対し日本軍不評が浸透し、攻撃するものだった。この陣地前面には、火星地帯があり、四から六畳程度の鉄条網が設けられ、マイクロフォンによる収音が施されていた。陣地内部には、戦車が配置され、日本軍の攻撃に対して、反撃を行った。 統治下には、基重が装備された。こうした、条件下においては、射程の関係から敵弾機は、自衛下機であるに過ぎないと評価され、肉迫攻撃は、最終手段であるが、この時の敵戦車には、時期に対する、防御物の搭載、肉迫阻止の鉄条網の装備が施された。日本軍不評の装備する、軽機及び重機では、こうした陣地への攻撃は、火力不足していた。 ことに、統治下と戦車の排除が必要であり、参謀長は直接火力を重視した戦術へ転換、参法、即射砲を投入することが必要であると指摘している。多段及び立て機はその火力が大きく評価され、各戦闘軍への自衛下器として配備が望まれた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。